離れで遅れて大外にしては短期がましになるというこの辺り、宮ノ原コース取り少し流れも向いているかという、ピット離れ遅れての大外で短期というのはなかなかなりにくいと思うんですが、そういった兼ね合いがあって5対1第6レース進入はインコースから、1番2番3番5番6番4番です。スタートしてきました。短期がましいまんまとトップスタート、一気に出し抜けでまくっていく4号艇宮永幸喜、ここは圧巻のレースっぷりを見せて、もうすでにまるで逃げたかのようなまくりを決めています。大きなリード、さあ大外からトップスタートを決めて圧巻のまくり一撃シリーズ2勝目となりましたが、ご自身ではいかがですか。いや、まあ、スタート決まったんで、まあ、運が良かったです。はい、昨日は勝利上がった時にはチルとマイナスでした、はい、ここまたゼロにしてますが、そのあたりはどうなんですか。こういう進入で、まあ、ちょっと離れも悪いんで、うん、それだったらちょっと割り切ってと思って調整した形がハマった感じなんですけど、引き続き一生懸命頑張ります。はい、ありがとうございます。そしてワンポーズお願いいたします。はい、